こんにちは。幕末明治大好き歴女のアルマです。最近はずっと戦争軍事関連の史跡を歩いていましたが、久しぶりに幕末明治らしい人物を取り上げてみたいと思います。今回の主人公は陸奥宗光。坂本龍馬など幕末の志士と信仰を結び、維新後は日本の近代化を支えた人物です。そんな陸奥宗光と美人妻涼子にゆかりの地を都内で歴史散歩してみました。この動画を楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それにしても涼子夫人かっこよすぎます。それでは早速行ってみましょう。最初は清澄白河駅に来ています。かつて深川清澄町と呼ばれたこの地に、明治初期の1872年から1877年にかけて、当時は大蔵省に勤務する陸奥宗光が屋敷を構えていました。ちょうど隅田川と小名木川や仙台堀の交錯する付近に立ち、眺望に優れた陸奥邸は監視の世界に見立ててでしょうか、三叉水壁楼と呼称されたそうです。隅田川周辺は古くはお月見の名所だったのだとか。そういえば慶応義塾と並んで洋楽塾の双璧と謳われた三叉学舎も隅田川を挟んだ反対側にありましたよね。清諏訪市のすぐ手前のかつての陸奥宗光邸のあった場所には、江東区教育委員会による案内板が設置されています。1873年、陸奥宗光と5歳となった涼子夫人の間に女の子が生まれるのですが、この屋敷のあった深川清澄町にちなんで鞘子と名付けたそうですよ。当時は一体どんな景色が広がっていたんでしょうね。続いては鶯谷駅に来ました。以前の動画でご紹介した四季庵や書道博物館からもほど近い場所に、なんと陸奥宗光が1883年から1887年にかけて住んだ家が残されているというので、足を運んでみましょう。歩きながら陸奥宗光の前半生について簡単にご紹介したいと思います。陸奥宗光は1844年、現在の和歌山県で紀州藩士伊達宗弘の六男に生まれました。父親は国学者、歴史家としても知られ、藩の財政再建を成し遂げるなどの要職にありましたが、君主の交代により失脚。一家は和歌山の城下を追われ、各地を転々としながら苦しい生活を送ります。宗光は15歳で江戸に出て苦学の末、坂本龍馬と知り合い、神戸海軍操練所を経て亀山社中海援隊と行動を共にしました。商務担当として資金繰りなどに奔走した陸奥宗光ですが、その手腕を龍馬は、日本雑誌がなくても食っていけるのは俺と陸奥だけと高く評価したのだとか。明治維新の後は外国事務局御用係として対外事件の対応や外国施設の接遇に従事、県知事なども務めるのですが、西南戦争の際に土佐立志社の蜂起に組みし、反政府的な行動をとったとして投獄されてしまいます。そして5年の獄中生活を経て1883年に出獄した際に、一屋敷地を獲得したのがこの場所でした。正面に何やら趣のある建物が見えています。設置されている案内板によれば、当時は上野の山の下を鉄道が開通したばかりとのこと。周囲は緑あふれるのどかなエリアだったんでしょうか。出国の翌年、宗光はヨーロッパに留学し、ロンドンやウィーンに学びますが、その間は涼子夫人と子供たちがこの家に暮らしました。
随分と離れ離れの期間が長いご家族ですね。その分、投獄中も留学中も夫婦はたくさんのラブレターを交わしています。1886年より外務省に復帰した陸奥宗光は、翌年に六本木に転居するまでの時間をここで過ごします。陸奥一家が暮らしていた頃は、現存する洋館に内部が洋式の和風の建物が付属しており、接客のために用いられていたそうです。そして生活のための母屋と離れ、土蔵2つが敷地内に設けられていました。なるほど、以前の動画でご紹介した岩崎家や前田家のお屋敷と同様に、和洋館並列型の住宅だったんですね。今はこの洋館部分を残すのみですが、住宅用建築として建てられた洋館の現存例としては、都内でも最も古いものの一つだそうです。現在は個人の方の所有になるため、内部の見学などはできないのですが、案内板によれば各部屋に暖炉がしつらえられ、階段の手すりには陸奥家の家紋があしらわれているのだとか。1888年、この屋敷は借金の返済と息子の留学費用の捻出のために売却されたのですが、買い手となった出版事業者の子孫の方が今も所有者となっているそうです。これからも大切に保存されていかれることを願ってやみません。お次は日比谷駅から歩きます。さてさて、ここで皆様お待ちかねの美女、陸奥涼子夫人にゆかりの地をご紹介したいと思います。1886年に宗光が留学から戻り、外務省に出資すると、涼子も社交界入りを果たします。当時の社交界といえば、そう、鹿鳴館。海外からの要人たちをもてなすための社交場として、1883年に完成した鹿鳴館は、あのジョサイア・コンドルが設計したことでも知られています。日本が文明国であることを知らしめるべく、舞踏会や祝賀行事、皇族や上流階級の女性たちによる事前バザーなどが連日連夜開催されたのだとか。そんな鹿鳴館で花と呼ばれたのが、岩倉朋美の娘で戸田伯爵夫人の喜和子と、そして陸奥涼子でした。涼子は鹿鳴館外交の補起人であり、宗光に外務省での仕事を紹介した初代外務大臣井上馨の妻の下で、英語やダンス、テーブルマナーなどを猛勉強、新聞や読書で知識を吸収したそうです。美人なだけでなく、すごい努力の人ですね。そんな涼子の輝いた鹿鳴館が帝国ホテルの隣、今は工事現場となっているこの場所にありました。鹿鳴館は日本の文明開化の象徴のように扱われ、何かと知られる存在ですが、実はその栄華は非常に短いものでした。1883年の完成からわずか5年後の1887年、井上馨の辞職とともに鹿鳴館時代も終わりを告げたのです。その後は華族会館などとして使われますが、1940年に取り壊されました。跡地にはオフィスビルが建てられ、敷地の一角に鹿鳴館跡の石碑が残されていたそうですが、今はどうなってしまったのでしょうか。幻のような存在ですが、だからこそ鹿鳴館ってなんだかロマンチックな響きを感じませんか。内幸町を抜けて新橋の方へと歩いてきました。鹿鳴館の花、陸奥涼子ですか。宗光と結婚するまではどこでどんな人生を送っていたのでしょうか。1856年、旗本の妾の子に生まれたとされる涼子は、明治維新を経て新橋の芸妓になるべく奉公に出されました。下働きの末、17歳でお座敷デビューを果たすのですが、美貌と気品、そして芸風で瞬く間に評判となります。なるほど、鹿鳴館の花となる素地はこの頃に培われていたのでしょうか。
陸奥亮子が所属していた柏屋がどこにあったのかは見つけられませんでしたが、銀座八丁目付近には今も花街の存在を匂わせるコンパル通りや鍵盤通りといった名称が残されています。この辺りを芸妓時代の涼子も通っていたのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。最後は駒込駅に来ています。ゴンドルの設計したおしゃれな洋館とバラの庭園で有名な旧古川庭園を目指します。歩くこと10分少々、立派な石垣が見えてきました。なんて陸奥宗光ゆかりの地を歩くというのに古川庭園って思われましたよね。実はここにもかつて陸奥宗光の屋敷があったのです。その理由を先ほどの宗光と涼子夫人の話に戻りつつご説明しましょう。新橋で人気の芸妓だった涼子は身持ちの堅いことでも知られていたのですが、1872年に妻を失った陸奥宗光に見初められその後妻となります。10代で宗光と先妻との間に生まれた2人の息子を育てることになりました。長男の弘吉は後に外交官、教育者として活躍した人物です。次男の純吉は宗光と親交があり、なかなか後継に恵まれなかった古川財閥の創始者古川一兵衛の養子となり、後に古川財閥の2代目当主を務めました。つまり生みの親陸奥宗光の屋敷のあった土地が次男が養子となった古川家に引き継がれたわけです。純吉は病弱で1905年に若くして亡くなってしまったため、古川財閥の創始者古川一兵衛が晩年に設けた実子で3代目当主となった古川虎之助がここを本邸として整備し現在の姿になりました。今は陸奥時代の痕跡は残されていないそうですが、そういえば古川財閥の運営する足尾銅山が鉱毒事件を起こした際に陸奥宗光は追及する田中正造に対して質問の意味がわからないというとんでもない回答をしていますよね。陸奥家と古川家強く結ばれていますね。最後は庭園を歩きながら宗光と涼子夫人の後半生をご紹介したいと思います。1888年、宗光が中米公使としてアメリカに渡る際は涼子も同行しました。鹿鳴館の花はワシントン社交界の花と歌われることもあったそうですが、この時もやはり語学や文化の吸収などの並々ならぬ努力のあったことがうかがえます。宗光はメキシコとの間に初の平等条約である日墨修好通商条約を結び1890年に帰国しました。その後は第一次山形有朋内閣、松方正義内閣で農商務大臣に就任、第二次伊藤博文内閣では外務大臣を務めます。そしてイギリスをはじめとした各国と締結されていた不平等条約を改正するなど、日本の近代化と地位の向上に大きく貢献するのですが、宗光の成功は涼子夫人のサポートなしには成し遂げられないものだったでしょう。持病の結核を悪化させた宗光は1897年54歳でその生涯を閉じました。そして3年後の1900年、涼子も45歳の若さで亡くなります。激動の時代をまさに波乱万丈に生き抜いたご夫婦ですね。今回も最後までご視聴ありがとうございます。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。これからも皆様に関心を持っていただけるような歴史散歩の動画を配信してまいります。お楽しみに。